松吉少子は、大日本帝国海軍軍人。1923年に、山口県大島郡上小町で生まれる。小学校から高校まで常に、主席の集才で、生徒会長を務めたこともある。特に、旧正中学4.5年生を対象とした、模擬試験では3年生であるにもかかわらずに受験し、常に、 全国の5年生の主席と、相互した成績を維持していた。旧制中学校卒業後は、海軍兵学校へ進学することを強く、希望していたが、身体検査で脅威が足らずに不合格となり、旧制山口高等学校へ進学した。卒業後は、東京帝国大学法学部に入学するが、翌年に徴兵猶予が解除されたことから、招集令状を受ける。 1943年10月21日、明治神宮外苑での学徒出陣総公開に参加したのが大学生としての最後の姿となった。同年12月1日に、大竹海兵団に入団、帝国海軍第14期、飛行船週予備学生試験に合格し、海軍将尉に昇進した。百四十五年五月一日に、神風特別攻撃隊、 先駆け隊員として選ばれ、旧式水蒸気による特攻命令を受ける。同年5月3日に、香川県宅間基地から出撃するが、敵に攻撃されたことで、奄見大島に不時着した。その日は、特攻攻撃をすることができず、数日後に宅間基地に戻った。同年5月11日午前2時半に、再び出撃命令が下ると、そのまま、 鹿児島県イブスへ向けて飛行し、午前4時半に、離水する。再び沖縄へ向けて出撃したが、午前7時過ぎに、突然速度が衰え、着水姿勢をとって4度波状に跳躍したその、瞬間に転覆し、ご音と共に搭載していた爆弾が爆発、それと同時に白く巨大な水柱が、天に中した。去年21。 松吉少子は没するまで多くの短歌を書いていた。ありがとうございます。